声を自在に操り変装が得意なあなた方10名をここに招待したわけですね。なるほど、そういうわけですか。大体わかったね。急にリアクション下手じゃん。全ての手がかりを見つけることができれば継承の忍術を得得することができると言われているんですね。継承の忍術欲しいか。足立優斗、千葉翔也、梅原雄一郎、山下大輝、榎木純也、白井雄介、古川誠、村田大志、小林大輝、中島よしき、リアル宝探し、風魔からの挑戦、イン小田原。すげえ梅ちゃんその法則見つけるのすっごい。やべえぞ梅ちゃん解いてるぞ、くそ。あらいるー。マジか。いるやだやだ、先起こされてる。一緒に解こうぜ。俺が間違えた。なるほど。もったいないことをした。うわーやっと。あの変なファッション風にしてるけど、うん、これ巻物の紐でしょこれ。何やってんの。ねえちょっと可愛いでしょこれ。あれいる。あれやあ、なんだお前たちは。あれ、いや、お前たち、なんだお前たちは。じゃあ帰るね。どこまで、どこまで解きました。え、どこまで解きました。もうあと4、もう4つ解きましたよ。え、早っ、うん、嘘くせえ。これ、地味じゃない。ありました。え、俺たちちゃんと謎解かないとね、ずっとあの DVD 梅原雄一郎になる可能性あるからね。の謎、謎じゃない、謎解けちゃったんだけど、いつか。嘘、あれだ。あー、わかった。やばい。あ、これは常備灯が必要かも。うん、行きましょう。もうダッシュダッシュ行きましょう。ダッシュ、あいつら行ってるかもしんないもん。